俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。のっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのに、ずんずん突き進むからですよ。だって他のプレイヤーたちがいっぱいでレベル上げできたもんじゃないんだもん。それはそうですけど、どうしますか？大丈夫、倒せない相手じゃないよ。おお、頼もしい。それキリト君、準備はいい？ああ、行こう。いいぞ。
か。行くよ。お疲れ様。みんなハードな初陣になっちゃったな。本当に大変でした。いきなり全滅っていう可能性もありましたよ。でもリズの言う通り、気の知れた私たちだから、この新しいゲームでもうまく立ち回れたんだと思うよ。そりゃ長い付き合いだもの。みんなと SAO で出会ってからね。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。周りの景色とか。 SAO か。ソードアートオンライン、通称 SAO。 それは新世代ゲームハード、ナーブギア期待のソフトだった。ナーブギアは脳に直接信号を送ることができる今までにないゲームハードで、プレイヤーはあたかも自分がゲームの中に入り込むような体験をすることが可能となった。フルダイブと呼ばれるその技術と MMORPG というゲームジャンルの融合。 SAO は VRMMORPG の記念すべき第一弾として多くの人から注目を集めることとなる。開発者の茅場明彦はマスコミに対し、これはゲームであっても遊びではないと語っていて、そして正式サービス開始の当日、 SAO は茅場の言葉通りのものとなってしまう。茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。さらにゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳に発せられ、プレイヤーは本当の死を迎えてしまう。デスゲームと化した仮想空間から出る方法、それは100の階層から構成される浮遊城アインクラッドの完全攻略ただ一つ。ゲームに閉じ込められた1万人のゲームプレイヤー、そのプレイヤーたちは仮想空間を現実として捉え、生活し、戦い、仲間と苦楽を共にし、そして最終ステージである100層にて、茅場が扮していたヒースクリフを打ち倒した。こうしてプレイヤーだけでなく日本中を巻き込んだ事件は多くの犠牲を払い終焉を迎えた。でもここは SAO じゃない。今日からベータテストが始まった新作ゲーム、ソードアートオリジンだ。 SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台でしたけど、このゲームは違いますもんね。まあ、どこまでも広がる大地、アイングラウンドが今回俺たちの冒険する舞台だ。この世界でどんなことが待ち受けているのか、みんなで楽しんでいこうぜ。早く遊び尽くしたくてうずうずしている感じだね。まったく、根っからのゲーマーなんだから。そういえば、この後街で他の皆さんと待ち合わせしているんですよね。そろそろ時間なんじゃないですか。おっと、確かにそうだな。それじゃあ一旦町に戻ろうか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。
まあまあ、さあ行くわよ。待ってくださいよ。私たちも行こう。ああ、ここに戻ってくるまでに寄り道したい場所がいくつかあったけど我慢したからな。うん、えらいえらい。アスナ、 SAO で幾度も行動を共にしたフェンサーで最強ギルドである血明騎士団に副団長として所属していた。ギルドで起きた問題により俺は命の危険にさらされるも、そのことがきっかけで互いが相思相愛であることを知った。システム上での結婚を果たし、俺たちの関係は SAO をクリアした今でも続いている。甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱいあるんだから。確かに、いろんなショップを覗いてみたくなるかも。そうでしょ、ちゃんと我慢しなさいよ。リズベット、SAO では鍛冶屋として店を構えていて、俺を含む多くのプレイヤーが彼女の世話になった。いわゆるムードメーカーで冗談を言うことも多いけど、鍛冶にかける思いは真剣で、そんな彼女を俺たちは信頼している。これだけ大きな町ですとはぐれちゃったら大変ですよね。町並みに目を奪われて皆さんを見失わないようにしないと。シリカ、 SAO でモンスターに襲われていた彼女を助けたのが最初の出会いだった。 SAO では珍しいビーストテーマーで連れ添っているフェザーリドラのピナは彼女のかけがえのない大親友だ。そのピナが一度命を落としてしまい、彼女と共にピナを救い出したことがきっかけで仲間として今も一緒に過ごしている。それでは待ち合わせの場所に向かいましょうか。ああ、行こう。お、来た来た。ヤッホーみんな。悪い、二人とも、ちょっと待たせちゃったか。大丈夫だ、俺とリーファッチも今来たところだからよ。クライン、 SAO で一番最初に知り合ったやつで、一言で言うとお調子者。でも風林火山というギルドでリーダーとして仲間を引っ張るなど、実際は芯の通った頼れる親友だ。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか。ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度簡単なもので済ませてきちゃった。というわけで今日のお夕飯はあまり期待しないでね。へいへい。リーファ、俺の妹で本名はスグハという。実際はいとこで、わけあって俺はスグハの実母に育ててもらった。小さい頃から続けている剣道で全国レベルになるなど努力家なところがあり、俺よりもしっかりとした自慢の妹だ。くー、リーファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。いや、妹だから。ゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。
のな。料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力で完食すっから。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？ああもちろん。誰かのために思いを込めて料理した方がきっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。アスナ、キリト君、急に二人の世界へ行かないでもらえますか？行ってないよ、全然行ってない。何やってんだかこのカップルは。いたいた。よう、みんな、ここでも賑やかにやってるみてえだな。おお、エギル、今日は来られないんじゃなかったのか。エギル、 SAO では初期から共に戦ってきた戦友で、彼が商売としていたアイテム買い取り屋には何度も足を運んだ。現実世界では奥さんと二人で喫茶店兼バーを営んでいて、俺たちもたまり場として使わせてもらっている。嫁さんが気を使ってくれたな。先に仕事を上がってきたんだ。ダイシーカフェのお仕事ですよね。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。ケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。エギルが来れたのは意外だったけど、今日ログインできるのはこれで全員か？うん、そうだね。それじゃみんな集まったところで早速フィールドに出ようか。よし、ガンガンモンスターを倒しまくってやんぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。 SAO の時は助けてもらってばかりでしたから。私は町のショップを見て回りたいかも。早速装備の見直しか？そうじゃなくて、この町って SAO の始まりの町のまんまでしょ。なんていうか当時のことをいろいろ思い出しちゃって。火事屋になるために走り回ったこととか、まるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って、胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて。ほんと、SAO ではリズベット武具店のお世話になったな。ごまかしたわね。さあ、立ち話もいいけど、ゲームなんだからやっぱ遊ばなくちゃな。街を回るもよし、フィールドで戦闘するもよし、オリジンの世界を隅々まで楽しもう。おー